はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、赤羽にございますつけ麺鉄赤羽店さんにお邪魔しております。というのも、こちらの鉄さん、以前もねチャレンジメニューを一緒に開発させていただいたり、いろいろとお付き合いさせていただいているんですけれども、今回は冬限定の味噌つけ麺が新発売されたということで、特別にね、なんかすり鉢を用意していただいていて、デカ盛り仕様でいただけるということなんで、早速ね食べていこうと思っております。ということで、メニューが到着するまで待ちたいと思います。はい、ということで、ただいまメニューが到着いたしました。こちらがね、味噌のつけ麺でございます。チャーシューが1個乗っかったりね、味玉とかトッピング多数乗っております。で、今回のつけ汁なんですけど、まずこちらが味噌のつけ汁と、こちらの辛味噌の2種があるそうなので、今回はね、2種類とも用意していただいております。それでは、飲みちゃう時なので、早速いただきますと。まずこのつけ麺の麺だけで、鉄さんの麺めっちゃうまいんですよ。やっぱりめちゃくちゃ麺うまいわ。コシがね、いいんですよ。うん、うまっ。ちょっとチャーシュー食べたいな。うまそうじゃないこれ。これうまっ、うん、これめっちゃうまいんだけど、うん、ちょっと早速ね、漬け汁の方につけていきたいと思います。まず通常の味噌から。うまいわこれ。うん、チャーシューをこうドロッと逃げるかなこれ。うん、トッピングのこれひき肉ですね。甘辛系のひき肉だ。結構フィットしてるね。漬け汁に入れてみます。塩分とかもね、しっかりあるんですけれども、まろやかなんでそこまで気にならないんですよ。ただこの後味、喉にこうガッとくる味噌の塩分がね、心地いいわ。上品さもあるんだけど、思ってる以上にガッツリ系だね。そしたら続いてはこちらの漬け汁、辛味噌に漬けてみたいと思います。うわ、色がめちゃめちゃ綺麗。うんうんうん、辛味噌もうまっ。おそらくね、豆板醤が入ってるんだね。ジャン系の香ばしい香りっていうのかな、唐辛子のね、香ばしさっていうのがしっかり乗ってて、これもうまい。思ったよりもピリ辛っていうかは結構しっかり辛いね。うん、これ冬の寒い日に食べたらめちゃめちゃ美味しいと思う。ひき肉めちゃめちゃうまい。
これだけで愛そばって感じで食ってもうまいと思う。ありだ。これ味玉見えるかな。黄身がね、トロットロなのよ。今ね、てつさんのサービスであるこの焼き石ね、漬け汁が冷めた時に温め直せるこの焼き石をいただいたので、ちょっとね、入れていきます。うわー、いい香りする。皆さんこれ絶対途中で焼き石入れてください。焦がし味噌みたいな香りになってさらにね、旨味が広がります。だれ残り少なくなってきたんで、スープ割りでほんのりラーメン風に。今日のメニューね、新作のね、メニューをいただくってことだったんで、結構軽い気持ちで来たんですけど、これね、料理だったらね、チャレンジメニューぐらいあるね。結構苦しくなってきた。お腹いっぱいですね、結構。ちょっとね、今ね、すごいものが到着しました。これ見えるかな？味噌つけ麺の裏メニューで、赤羽店と川口店のみで出してる裏メニューらしくて、超激辛のつけ麺のタレ、つけ汁みたいでございます。材料聞いたらハバネロとかね、ジョロキアとか入ってるらしいんですけど、やばいよね。怖いんですけど、痛い目、めいた。ちょっとね、一回これで食べてみます。下手したらちょっとしたチャレンジメニューの激辛を用意とかよりも辛いかもしれない。味噌のベース、旨味はしっかりもちろん生きてるんですけど、その3倍ぐらい辛い。とりあえずもう辛い。一口でベロがね、めっちゃ熱い。さっきね、お店の人に聞いたら、お持ち帰り大丈夫ですってことなんで、今日はね、無理しない程度に食べます。もうそろそろね、美味しいを超えてしまいそうなんで、今日はね、ちょっとこの麺やチャーシューの方はお持ち帰りをしようと思います。いや、うまかった。お疲れ様でした。お店だったらこれちょっと包んでもらってもいいですか？すいません。ありがとうございます。
はい、ということで、ただいまね、店のつけ麺食べ終わりました。こちらのメニュー、鉄さんの全店、12月、1月の限定メニューとなりますので、ぜひね、気になる方は皆さん食べに行ってみてはいかがでしょうか。で、こちらの激辛のつけ麺の方については、先ほどご説明した通り、赤羽店と川口店の限定メニューとなっておりまして、これ完全に裏メニューでして、券売機の方には表示がないので、この味噌つけ麺の方を購入していただいて、注文の際、口頭でこの裏メニューと言っていただければ、こちら出てきますので、激辛好きの方はぜひね、お試しください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。